またホームランダービーあるかもしれないですよ。ないでしょ。オールスターにホームランダービーと、夏休みも大忙しのギータ先生。そんな今日はギータ先生のホームランにまつわる授業、気になるあの疑問もすっきり解決です。変えた方がいいですね。やっぱ人生一度きりなんで。ギータ先生いきましょう。真夏の授業になりますね、はい、気になる疑問今日もすっきり解決となりますよ。それでは参りましょう、はい、せーの、教えてギータ先生。さあ、ギータ先生でございます。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと暑いけどちょっと夏バテ大丈夫ですか？大丈夫です。最高です。最高、はい、夏といえば、はい、ね、ちょっとオールスターにも選ばれました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、今夜ペイペイドームで行われるオールスター、選ばれし超一流のギータ先生は45万人以上のファンの期待を背負って夢の舞台に立ちます。何が一番楽しみですか？いいバッターとバッティングの話をできるんで、まあ、それが一番おもろいです。またホームランダービーあるかもしれないですよ。ないでしょ。これで出たらもう罰ゲームでしょ。いや、そんなことないですって。なんて話してたら、ギータ先生、先ほど行われたホームランダービーしっかり出場していました。そうそう、ということで今回はギータ先生のホームランにまつわるこちらの質問。なんで髪切ったらホームラン打てるの？そう、それは先月起きたギータ先生散髪覚醒事件。開幕から髪を伸ばしていたギータ先生はいまいち調子が上がらず、しかし気分転換に髪を切ったところ、なんと2試合連続のホームラン。あ、そうでしたっけ。勢いに乗ったギータ先生はなぜか1週間も経たずに再び散髪。すると、またもやホームラン。もはやホームランのために散髪していくのではとファンの間で話題に。まぐれです。たまたまです。ホームラン打てるっていうのは本当運なんで、はい、髪切るとやっぱり、はい、運が良くなるんじゃないですかね。なるほど、はい、変えた方がいいですみんな。やっぱ人生一度きりなんで。楽しんだ方がいいと思います。次はこういう髪型したいなっていうのはあるんですか？そうですね、もっとがっつり短くして、まあ坊主で金髪か坊主で赤か、スラムダンクみたいな感じ。はい、そうですね。人生一度きりだ。人生は誰でも一度きり。後悔がないように髪を切ったことで完全に調子を取り戻したというギータ先生。ちなみにキッズの間ではホームラン後のこのポーズも気になるそうで。ギータ先生、あのホームランパフォーマンスはどんな意味なんですか？あれはあの最高ポーズなんですけど、うん、その前の日かなんかに京セラドームで亀田さん来てたんで、亀田さんって本当最高やなって思い思ってたらホームラン打ってたんで勝手にああなりました。なるほど、はい、もうちょっと意図せずもう体が勝手に勝手になりました、ね、まあ、前ちょっと言ってたじゃないですか、はい、冷やしたかけうどんみたいな、はいはい、冷えたかけうどん。そう、以前ホームランパフォーマンスについて聞かれたギータ先生は、まあ、決まってたんですけど、え、冷たいかけうどんっていう、冷たいかけうどんっていう、もしや冷たいかけうどんパフォーマンス解禁？してないです、ね、じゃあこれ前回は違うと、はい、もうお蔵入りです。お蔵入りです。お蔵入りです。あ、ということは何ですか、今シーズンポーズすることないってことですか？そうですね。え、ないっすね。あ、今年はちょっとないっすね。はい、すいません。いやいや、いいですよ。いいですよ。というね、授業でしたけどもね、まあ、上谷さんちょっとね、もうパフォーマンスね、お蔵入りって言ってましたけど、ちょっと寂しいところもありますかね、うん、そうですね、ちょっとぜひ見てみたいですね、うん、ねえ、ほんと松尾さん、はい、ただね、やっぱりもうやっぱギター出てるのが楽しみなところもね、たくさんあると思いますけども、うん、どうでしょう、そのお蔵入りした冷たいかけうどんパフォーマンスは結局、はい、今シーズン見られないってことですか？そうです。ただギター出てるの性格上ですよ。なんか急に後半戦になってやりましたとかいう可能性もあります。いやちょっとぜひ、はい、お願いしてほしいですね、ただやっぱりね、レグスの髪型変えたらホームランって言うんですから。髪の毛切ったら運気が上がるんですね、人生一度きりだから。そう、はい、大きいこと言ってます。さすが先生です。皆さん髪切っていきましょう。
ちなみに私ね、先ほどまでオールスターゲームのこのねホームランダービー見てましたけども、はいはい、ギータ先生しっかりと決勝に進んでます。素晴らしい、素晴らしいです。決勝はね明日行われるということで、はい、罰ゲームと言わずギータ先生、うん、またねキングなってください、はい、期待してます。